おはようございます。室蘭本線の上り別駅です。今日は4月の21日日曜日、今日統一地方選挙があってね、わし忘れてたんですけど、自分の地元帰らんといかないわけですよ。今日の、夜まで遊んで明日の朝の飛行機で帰ろうと思ってたんですが、ちょっとこれ取りやめですね。でもこれからとりあえず千歳方面まで行って、ちょっと午前中ぐらいは見て回る時間があります。投票ちょっと基本的に8時まで空いてますんで、まだ時間はあるわけです。で、南千歳まで、今北海道で東日本パスの旅とか行ってますけど、ちょっとね時間がないので、それは使わず、残念ながら乗車券も買わなければいけませんが、JR 北海道なんで、そのぐらいこうあんまり安くなってると JR に悪いかなっていうのはなんかしてきますんでね、身を削って列車走らせてますから、2400円、払いましたけど、あと3分ぐらいでやってくるスーパー北斗1号に乗る予定です。立派なホームですね、上り別駅。長いホーム、これに止まる長い列車はもうほとんどやってきませんが、こう一応ここにね、こんな風に多分昔貨物列車用のホームがあったんだろうな。ここで多分荷物の取り扱いとかをやっていたであろう広い土地もあります。それはまた今度鉄道チャンネル向けに何か取り上げてもいいかなと思うんですけど、来てるかな、まだ見えないな。上り別駅はね、なかなかかっこいいカーブを描いて回ってきますんで、写真撮るのも私好きなんですよね。あ、空いてるかな。指定席が結構空いてるから自由席がいいかなと思ったんですけど、空いてますね。2号車のが空いてるみたい。多分函館からのお客さんそんなにいなくて、ほとんどが室蘭からじゃないですかね。したのか、今日からね新しいのが使われるらしいですけど、専用機も止まってる。まあそれはいいんだ。多分ね、左側の山が樽前山で、右側が恵庭岳だと思うんですけどね、ちょっと見てみてください。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用すること。ここはこういう風に防音壁があるから見えませんが、スーパー大空が来てかっこいいんです。見てください。早いね、遅くなりましたけどね、昔より。樽前山が向こうにあって、恵庭岳がこっちにあったわけですが、その間のところにちょうど収まるようにして支笏湖があります。透明度の高い湖として知られています。支笏湖ブルーは、海の、失礼、湖の青にですね、ちょうど日の光が反射して、ひときわ美しくなる、素晴らしい青ということで、よくその言葉も知られているんですが、今日はもうこのように最高の晴れですから、よかったね。午後はなんか曇るらしいんですけど、ちょうどいいですよね。もうまさに千歳空港から観光して見に行くのもね、いいようなところで、バスも、1時間から2時間に1本程度出ているので、便もよろしいし、新千歳空港から直接行くことができます。だから北海道観光のね、帰りとか行きとかね、なんか2時間3時間ぐらい余って、もう札幌とかも見ちゃったし、何しようかなとか、もし思うことがあったら、2時間ではきついけどな、3時間は見た方がいいだろうけど、支笏湖に行かれるといいと思います。周囲約40キロ、最深部は363キロと書いてあります。ここから24キロなんですね。バスで1000円ぐらいです。恵庭岳、樽前山、それからそう門別岳ってのもあるか、この辺り支笏洞爺国立公園の中に入っております。
いつかね、この名所案内の旅ってのもやってみたいんですけどね、駅に行ったらこの名所案内を見て、それから行き先を決めるみたいな。でもこれ結構めちゃくちゃなことを書いてあってね、まあ、支笏湖は有名だし、バスの便もあるんでいいんですけど、まあ、たまにこっからね、あの徒歩3時間とかなんか書いてあるようなね、めちゃくちゃな観光案内とかあって、まあタクシーとかね、あのこっから車とかで行けんでしょうけど、まあ、名所案内を当てにしていくような人は結局3時間ぐらい歩くしかないでしょうからね、マイカーでそしたらその駅まで来るでしょうから。でこの千歳からも遠方望遠しますと、多分あれは夕張岳ですね、あの白くなっている山はね。手前のあたりはどうかな、多分その手前がユニとかだと思うんですが、まあ、結構夕張は近いんですね。今回はあの夕張がメインテーマになった旅行になりましたけど、まだまだ北海道は春が浅く、なんか言ってるのは切符の取り忘れ、まあ私じゃありませんけど、あーいいもんです。それ飛行機も来ましたよ、こういう風に続々来ます。どっから来たんですかね、あれ全日空って書いてあるみたいですけど、どうなんだ全日空とか、基本ね苫小牧の方から千歳空港に降りてくるから、あんまりあっちから来る便ってないと思うんですけどね。あのバスまで30分ぐらい待ってね、あと10分ぐらいで来るそうですけど、あの駅舎出てからバス停までがすごい遠くて、こう150メートルぐらい遠回りをして歩かないといけないそうですから、まあ、注意した方がいいと思います。信号も渡る必要があります。このような連結を持つ飛行機を取り囲むように鳴る前からの船と見えたり、あのですね、ここまで来るときにバスであの脇に、サイクリングロードがありましたけど、あのサイクリングロードはもともとここから、支笏湖から苫小牧まで行ってたそうです。この支笏湖周辺の木を切り出したりとか、それからバスの道中からも見えたんですが、今でも稼働している、支笏湖のちょっと、川下っていうか、ここから流れ出る千歳川の水流を使って発電をして、それを苫小牧の、王子製紙の製紙工場に、電気を作っている、まあ、そういうところの整備のためにも使われていた、主に貨物用の運搬をした鉄道だったようです。大正天皇も乗ったとかね書いてありましたけど、でそのままともかくここから、バスで1時間はかからないぐらいのところにあるのに来ました。これが支笏湖、遊覧船とかも、ね、今ちょうど出ていったところですが、左側にあるのが、樽前山。樽前山って私ずっと言ってたんですけど、樽前山と言うんだそうですね。これね、このね、友達に教えてもらったんですけど、これがあのそのシンボル象徴なんだそうです。それからこの右側のこれは樽前山ではなく富士岳というそうで、まあ、それぞれ一応違うものだと。これ新千歳空港とかあの千歳駅からとかね、まあ、さっき皆さんにご覧に入れた通りですけれど同じように見えますね。でそれから右側のこれが恵庭岳のはずです。恵庭駅っていうのもありますけどね、あの恵庭駅から名所案内にも書かれてあります、これが恵庭岳。よくセイコーマートで恵庭岳の名水純水うんぬんとか言ったのお茶売ってますけどね、あそこで取った水を使って、北海道のコンビニチェーンセイコーマートのお茶も作られているそうです。支笏湖は大変に透明度が高いところで、まあ、見てもらうとこんな感じでかなり澄んでいるように見えます。これすごいですね、これね、さっきも多分言ったと思うんですけど全国1位とかになったこともあるんだそうです。でちょっと湖畔のあたりをぶらついてるわけです。2時間ぐらいありますからね、まあまあ暇なんですけど、ここにこんな鉄橋があって見るからに鉄道橋ですが、これがあのさっき言った苫小牧とそれからこの支笏湖を結んでいた鉄道、まあ、昭和二十、何年とかね、もうなんか1951年26年かなぐらいにはその鉄道はなくなっちゃったらしいんですけど、その昔のものが今でも残っていて、まあ、こういう風に歩道に整備されています。まあなんか鉄道が通るにはちょっとでもちょっと広すぎんじゃないのかなという気もするんですが、もともとは砂川とかねそっちの空地のあたりで使っていた鉄橋らしいんですけれど、それを移設してここで使ったらしいんですね。そんなのあるんだなと思ってびっくりしましたが、外国で作ったらしい名板もここに書いてあります。透明度が自慢の支笏湖ですから、まあこれ見ると確かにすごい透明ですね、これね。あ、水があるやらないやら、もうなんか動画だともはや分からなくなりそうな感じですけど、水の勢いはそれなりに強いみたいで、水草がかなりもしゃもしゃと動いているのが見えます。まあ、これがこのままずっと千歳川として流れていって、さっき乗った千歳線とも合流したりするそうです。すごいな、シーカヤックが来てますけど宙に浮いてるみたいだな、まるで。これは確かに立派な眺めですよ。
で鉄橋反対まで渡ってきたわけですけど、この千歳川がこのままねずっとあの途中に水力発電所のあのとかあることからも分かるように、これを下っていけば苫小牧方面もしくはまあ千歳方面に行けるわけですよ。で多分なんですよ、なんかこれねあの鉄道が開業した時からずっとあったわけじゃないらしいんで、多分こっちに鉄道の線路がもともとは伸びてたんでしょうね。でこっからこうぐるーっとこう来てですね、でそれであのここに、駅があったらしいです。ちなみに今そこの説明にもあの書いてあったんですが、あの東京の山手線と支笏湖の大きさが大体同じぐらいらしいですね。山手線って意外と大きくないんだなということがこれでわかるかと思います。これが支笏湖から流れ始めた千歳川の景色。もうここはつまり湖ではないわけですよね。確か最後の橋を、越えたところからですね、あの河川法ではあの川が始まるらしいんですけれど、確かそうだったと思うんだけど、それ海の話だったかな、どこが海かどうかって境界だったかもしれない。もうともかく綺麗ですね。沖縄県もびっくり。支笏湖ですけど、バスで来る側がですね、確か東側なので朝の時間に来た方がいいかなと思いますね。これがもう、お昼を過ぎてだんだん午後に向かってですね、あの逆光になりますから、そうするとあの支笏湖の美しい青にも光があんまり反射せず、その、魅力をあまり感じることができなくなるのかなと思います。ちょっと今空がまた陰り始めましたけどね。あ、でもあの雲がどけばまた大丈夫だな。お昼ご飯はねここであのいただくことにします。私の友達が札幌に住んでるもんですから、あの今度泊まらせてもらうあの約束を一方的にしたんで、お昼ご飯はご馳走することにしました。お昼ご飯は結局こういう立派なビュッフェみたいな食べ放題方式になったんですが、時間制限で1時間です。このお皿を持って好きなように食べに行けばいいそうで、ビーフストロガノフらしいね。こっちもまあちょっと盛り付けが汚くて申し訳ないですけど、いやそれもめちゃくちゃ美味しいですわ。前にも言ったと思うんですけど、野菜が多いバイキングっていうのはかなり質が高いと思われまして、生野菜っていうのはあの非常に原価が高いので、だからねこれいいと思いますよ。デザートも種類豊富ですけど、ここはあのケーキとかそういうのも作ってるようなところらしいので、まあ多分クリームの味も確かだと思いますよ。ここは1泊、5万円ぐらいする高級ホテルらしいんですが、お昼ご飯とそれから温泉に入るので、ね、これタオルもあのついてそれで3000円、お昼ご飯が2000円で入浴が1000円のようですけど、結構良心的だと思うんですよね。そんなリゾートホテルの、ね、入浴にタオル付きで1000円なんだから、ここはかなりコストパフォーマンスに優れてると思います。友人も、ね、あの絶賛しております。こんなのモニュメントみたいな、これ多分支笏湖をモデルにしてるんでしょうけどね。これを見ながら、この後ろにある日帰り入浴専用入り口って書いてありますが、この奥で風呂を浴びて、そしたらもうちょうどいいぐらいの時間ですよ。3時間の滞在でした。立地もよく、温泉もですね、まあ、そのやっぱり多分あのお風呂はあの外泊なんていうの、あの外から来た人の日帰り客用なんだろうなって感じがしましたけど、まあ、ともかく質の高いやつで、タオルもちゃんとついていて、入浴料1000円プラスお昼ご飯2000円と、税金ですからね、あの、まあ、それなかなかね良かったと思いますよ。じゃ あの終わりにします。バスに乗れば千歳空港まで1本です。向こうに今一瞬だけ映ってるの分かりますかね。多分分かんないと思うんですけど、あそこにあの昔駅があったそうで、今でもあの王子製紙、苫小牧の製紙会社の発電所があります。まさにちょうど今空港のところに戻ってきましたけど、この左側の樽前さんと、それから、なんだっけ忘れちゃったの、甲府市岳みたいなやつと、右側の恵庭岳、その間にちょうどこの辺りに支笏湖があって、さっきまであの辺りでお風呂入ったり食事したりしていたというわけです。政府専用機が今ちょうど離陸しまして、新しい新型
型の飛行機の第1番目のですね、公式なあの飛行の瞬間を、まあ、たまたま今見たということになります。まあ、珍しい光景だと思うんですけどね、まさかそれをこんなバスに乗ってるだけで見ることになるとは思いませんでしたが、ラッキーでした。お後がよろしいようで、ご視聴ありがとうございます。まあ、つまりこれだけ空港から近いところにああいう素晴らしいものが、ね、あるということでして、新しい、建物とか旅館とかそういったものも数多く近頃では増えて、もっと多分ね開発すれば、なかなか北海道を代表するようなリゾート地に、まあ、すでに代表する美しい光景ではあるんですけれど、リゾート地に変貌を遂げるんじゃないかななんて思ってます。今後に期待します。ご視聴ありがとうございました。